がクゾなんだよ。マジ？うるせえ、うるせえ。明日は見れよ。いや、社長が見るだけ。生理の日に職人の顔なんか見たくないですよ。別にそういう日関係なく、別に職人の顔見たら得ないですけど。手じゃ7月で数字そんなはない7月だいぶ決まっとる。いや、そこまで7月はそうですね。どうしようかな、鉄骨の方決まってたの。まあ、とりあえずまあ、ポチポチ普通、まあ、まあ、島はそんなにあれだな、コロナの影響ねえんだな。まあ、今のところはないですね、まだ6月、うん、そうですね、6月まではないですけど、まあ、ちょっと7月がちょっとへこむかな、まあ、へこむかへこむかちょっと微妙な感じです。社長、ちょっと今いいですか、ね、時間。いや、いかん。打ち合わせしてる今。見てよかな。いや、休養なんですけども。見に行って休養とかないし。なんか、最近社長はすごい切り気味じゃないですか。別に切れてないけど、お前、見えんのこれ、会議中じゃん。いや、別に今に限った話じゃなくて、今話すことじゃないじゃん。常に切り気味。ほら、二人の顔見てみよう、お前、迷惑そうな顔しちゃうの。いや、なんか別に関係なくないですか。てか、会議しろな。早く帰りたいんだと、この二人も。てか、そういう切れ口調で喋るから、セミナー動画伸びないですよ。ちょ、お前本当に常識ねえな、こんな会議中にお前入ってきて、お前、平社員が。いや、てか、マジで、怒り口調でセミナー動画撮る方が常識ないですよ。どういうこと？いや、私たちが何時間もかけて原稿を作ってるじゃないですか。で、結構いい原稿を書いてるって社長も言ってるけど。あ、何？いや、そんな口調で撮るから、セミナー動画伸びないんですよ。いや、関係ない。せっかくいい原稿なのに。なんで今お前がそんなさ、じゃあ分かる？じゃあお前、じゃあお客つまらんからセミナー動画伸びるか伸びるか知らんけど、今この二人と会議しとって、そんな時に言う話？言う話ですよ。は？再生回数に関わるんですよ。再生回数は分かってるけど、お前ら、今何やっとんの？何やっとるか見えんの？会議ですね。かわいそうじゃん。会議より大事なことだと思うんで。どう思う？こんなバカもんなかけた方がいいだろ。このハゲの方が帰った方がいいですよ。ほら、言っとるやん。バカ、言っとるやん。バカ、帰る。もういいって、もうお前、帰ってけよ。てか、最近社長はここに出社しないじゃないですか。うん。で、まあ、ガストにおるじゃないですか。こっから5分ぐらいの。いや、ガストで何、5分で何、それ、行かんので、まあ、打ち合わせ、みんな、ガストまで行くじゃないですか。みんな社長のこと、ハゲドリンクバー言ってんですよ。ハゲドリンクバー誰が言うんだ。まあ、私も言ってますけど、打ち合わせしたことある人みんなハゲドリンクバーってハゲドリンクバー行ってくるってハゲじゃねえし帰ってけよお前。だいたいお前よ仕事でさこっちのチーム入ってきて今 SNS の手伝いしようか知らんけどだいたい使うんだもう職人さんにもお前段取り日程組んでくれとか言ってもで困っとるよ二人全然日程の段取りが連絡が遅いもんでいつもまだ現場の撮影なんで現場の撮影も最近全然行けへんやんけ。こんなやつ、ほんと、こんなクズ女みたいな女、マジ嫌でしょ。お疲れ。お疲れ様です。今日は久々のリリーちゃん登場で、明日、会議があるんですよ。トシ君とミッチー呼んで、ちょっと足場の数字の話がちょっと明日あるんで、そこでリリーちゃんに俺と付き合ってるふりをします。おまあ、リリーちゃんとが、まあ、付き合ってる、まあ、ちょっと喧嘩しようか。そうですね、まあ明日その辺もちょっと合わそうか。もうカップルの喧嘩風景。カップルの喧嘩。もう家会議中にバーッ突っ込んできて、付き合っとるんだけどなんか喧嘩してみたいな。なれなれしく、はい、まあ俺のこと何だったらパパーって呼んでくれ。あーパパーって。パパーって。それ彼氏なんですかね。今月のお小遣い足りないよーって。お前笑い好きだってこれ。お前カップルに対して白や。たまったもんじゃないよね。ミッチーとトシ君、はい、現場の後にミーティング呼ばれて。そうですね。まあ、本当のミーティングは本当なんですよ。実の。はいミーティングに、まあ、ちょっと間に入って、まあ、会議ちょっと中断させちゃうことになっちゃうと思うけど、まあ、やってみようか。はい。ね。じゃあ、何何て言う？レッツワープ。レッツワープ。レッツパパーにしようか。レッツパパー。いくよ。面白いこと言ってよ。はい。もう分かっとんね。YouTube、はい、そういうことだよね。はい。YouTube だよ、これは。はい、いくよ。レッツパパー。こんなクズ女みたいな。マジ嫌でしょ。いや、クズは社長会議中に入ってきて大体終わったな。どっちが悪いと思う。社長の方がクソなんでしょ。マジでクソなんでしょ。社長の方がクソですよ。だってこの前インスタグラマーと打ち合わせした時とかうわあの子めっちゃ可愛かったとか言って胸元ばっか見てたんですよ。それクソじゃないですか。そ
ちゃんだっておっぱい大きかったじゃん。いや大きかったから見とるだけやろ。めっちゃあの人可愛かったし。あれ持ってますよ、詐欺ですよ。お前なんかめっちゃ可愛いやん。いや多分あの人もめっちゃ可愛いですよ。だってめっちゃもちゃんとめっちゃ超用してますよ。なな今なくても寄せれますからね。無理って帰れってもう今会議中だね。マジで帰ってくれ。いや所長が帰ればいいじゃないですか。無理ってもう分かった分かった。もう本当にお前は全然ダメだ。もういいや、明日やめてけ今。いや所長が辞めればよくないですか。もういい。もうお前、ね、この間なんかお前な電話かかってきてさ、あの撮影の時にこの間あの中止になった日よ。今日生理なんで行きたくないですって言って、生理なんで今日職人の顔見たらイライラするんで、足場職人今日見たくないです言っとったよ。いや別にそんなに全部行っちゃうよ、全部行っちゃう。いやてかそもそも別に生理なんで生理の日に職人の顔なんか見たくないですって言ってたよ。いや別にそういう日関係なく別に職人の顔見たらイライラしますけどね。もういいやん、帰れ、まあ、もう終わってないから。いや社長が帰ればいい。もういい、帰れ帰れ帰れ。てか社長これドッキリっすか。ドッキリじゃん、ドッキリじゃん。マジキモいこいつ、キモくなったって。本当にやめた方がいいしょうがない。いや、やめせドッキリみたいっすよ、マジで。いやいや、もうバカだ、気持ち悪いじゃん。ハゲじゃないですか。うるせえ、ブスブス帰れ。いや、ハゲが帰ってくる。じゃもういいってよ、なあドッキリっす。ドッキリとかね、どっちの味方なの。俺が悪いの、これ俺が悪いみたいになったな、ドッキリのか。どういうこと。そうもういいよ、早く帰ってけよ、ブス。いや、これ、もういらないです。じゃもういいって、もうそんなの出す必要ないだろ。いや、これあの、ハゲからもらったプレゼントで。もういいって、今出すな。キモくないですか、こんなんもらってました。じゃもう今出すな。なんだよ。じゃ俺のじゃない、俺があげたやつね。これもこんなに渡してきて、マジストーカーじゃないですか。もういいって、今出さんでいいって。ちょっと、中読みますね、お二人にも。どんな…じゃもういいって、お前らも言えよ。これ、お前からも止めろ。読みますね、ちょっとお二人にもどんな…もういいって、もう今読むんじゃない。お大事、ちょっと…してほしいんで。また…あ？ちょっと読みますね。俺はそんな手紙書いてない。そんな手紙書いてない。ちゃん、お元気ですか。僕は、ちゃんのことが新卒に来た時からとても好きでした。これから…で、やってもいいですか。じゃあ、行くじゃん。迷惑だったら。じゃもういいって、俺があげた手紙読むな。でも、俺はお前にあげたんだって、読むな。もう、いいわ。もう、ドッキリじゃないって。ちょっと、あ、お前、俺はお前のことが好きなんだから読むなって、恥ずかしいから。でも、片手で読んでください。永遠に君を愛し続ける男より。じゃもういいって、読むなって。キモくないですか。じゃ読むなって、もう帰れよ、そんな。ちょっと、ドッキリですか。ドッキリじゃないですよ。読んでみます。見せんなってこの手紙を。あ、じゃあこれも。じゃあもういいっていいって、もうやめろ。ドッキリじゃないから。いや俺はお前のことが好きだから。俺がお前の好きな気持ちは嘘じゃないんだから。俺がお前のことが好きな気持ちは嘘じゃないの。はい、本当の愛なの。ありがとうございます。ドッキリっすよ。ドッキリじゃないって。いや無理ある、きついっすよ。無理ある。ちょっと失敗したね。ドッキリ失敗って言ってねーってやつ。このバカ女は帰ってけ。いや帰れよハゲ。うるせえバカブス。ハゲブス。ハゲブス。ハゲこれ多分永遠と続くっすよ。どっちから分かった。失敗か。いやちょっとなんか言い過ぎかなと思ったんですけど、なんか怒ってるの名前口出すんじゃないですか。飛び引くんじゃないですか、確実に。いや確かに結構マジだけど、お前ちょっとバレとったな。いやなんかもうそのなんかハゲブスでしたっけ、うん、なんかハゲって言った時に、うん、いや言わんけどそれで怒っとるもんね。ただそこで僕なんか言っても飛び引くんじゃないですか、いつもみたいに。つまらんわ。本当は俺らがまあちょっと恋愛しとるようなのを匂わせて、はい、もういいってちょっと痴話喧嘩みたいな見せたいなと思ったんだけど、はい、ちょっと失敗しない。ちょっと段取りが悪かったね。ちょっと難しかったです。ちょっとむずいんじゃないっすよ。この絵面はカメラ始めたのかな。ちゃんとしてるだろう。最近ないですからね。また見てねー。リリちゃんがこれからねまた本社の出勤なのかな、はい、SNS っていうかまあいろいろまあ YouTube だけじゃなくていろんなことも手伝ってくれるんで、まあ、楽しい動画もねまた作っていこうと思います。はい、またドッキリパチパチ仕掛けていきます。動画ですねこれ。あ動画ですよね。動画以外にお前ら呼んでない。 MITCHY まあいいけどお前。全然あの
こいつのインスタだけは絶対フォローしないで。こいつのインスタマジキモい。ちゃんと結構面白いことやっとんだ、こいつキングボーイな。インスタグラマーみたいなことやってるよ、こいつキングボーイね。いや、グラマーですもん。グラマーじゃないって。1600人だって結構。それはやばい。ああ、それクリアできる。皆さん、フォロー外しましょう。あ、フォロー外しましょう。ちなみにハゲドリンクバーって何すか？コスモで行くじゃないですか。みんな社長のことハゲドリンクバー言ってんですよ。ハゲドリンクバーいつもドリンクバー頼んでくれるんで、ハゲドリンクバーって。ちょ、なんか騙されてないかあんだもんね。あいや、ハゲはさすがに言えんすよ。ハゲドリンクバーはさすがに言えんすよ。お前らの表情じゃん。数字止め。数字取れるような感じに反応しよう。逆にここに数字取りに求めたのがダメですよね。ハゲブスのくだりで。楽しかったね、でもね。久々だよね。昔、寺主君生したときお前ね、ちょっと可愛いからって調子乗ってんだって、大体ね。いや、社長こそ社長だからって調子乗りすぎじゃないですか。で、これなんですか、出ていいんですか。いや、何も入ってない、多分。はい、そうですね。つけたよ、一生懸命開けてくださいとか言って、一生懸命共同作業しました。カメラ無視しようか。はい、お疲れ、またねー。また見て。